前は抜け出した10番のスピーディキック、スピーディキックが先頭、10番のスピーディキックゴール突き抜けた4馬身のリード、デレビット先頭、2番手には7番のサマーストーリー、3番手パレードも接戦でゴール先頭5番のブラックバトラー、先頭5番のブラックバトラー突き放しました、大きなリードを取ってゴール北海道競馬競馬解説者の古谷武彦です。この番組は北海道競馬の2歳戦を中心に振り返り、未来の注目馬を発掘していく番組です。それでは見ていきましょう。リオンダリーナ先頭、また引き離します。2番手は2番のビグラスレイズですが、外から1番のベラジオドリームが泡立ってきました。200を切ります。5番リオンダリーナが先頭リード、4馬身から5馬身ほとんど持ったままの感じです。1番のベラジオドリーム今単独で2番手に上がりました。2番のビグラスレイズが3番手、5番のリオンダリーナリード3馬身キープ、ゴリ。五頭立ての小頭数でスローに流れました。リオンダリーナは一波乱手前から先頭に立ってそのまま押し切るという競馬となりましたけれども、2着ベラジオドリームの猛追を2馬身退けての快勝、これでデビュー戦から連勝となりましたが、牝馬でトップスピードを見せるこのリオンダリーナ、エーデルバイス賞に向けて非常に楽しみな存在が出てきました。2番のソルジャーフィールドが今度は先頭に変わるか、5番のエイシンキャプテン食い下がる、あとは3番手の横に広がった、先頭は2番のソルジャーフィールド、ソルジャーフィールド、エイシンキャプテン食い下がるか、ソルジャーフィールドゴール。スタート直後に自身がよれたこともありますけれども、タバと接触をし、序盤は位置取りが後ろとなったソルジャーフィールド、馬群が一塊になったことで非常に窮屈なレースを道中もしていたんですけれども、直線で幕外に出すとしぶとく伸びて後続を退けました。中距離になってから頭角を現し、今後の中距離重賞で楽しみです。さらには2番のラベイ、残り 100m を間もなく通過する、まだ2頭競り合いだが、今度は4番ジュゲムーンだ、1馬身半2馬身抜けた、2番手5番デリーティアラ、3番手は接戦だ、4番のジュゲムーン1着でゴールイン。相当数ながら向こう上面では結構動きがあり、レディーティアラはそのまま逃げる形だったんですけれども、2、3番手の攻防が非常に激しかったんですが、ジュゲムーンは2番手の外から直線でレディーティアラを退けて2馬身半差の快勝、デビューから2戦惜敗が続きましたが、勝ち上がってからはポンポンときました。この勢いで重賞戦線でも名乗りを上げます。先頭だ、ミラクルボイスが突き放しにかかります。2番手6番のインテンストライブ、あとは離れた3番手は8番の MP フリップ、2番のミラクルボイスだ、ミラクルボイスが逃げ切ってゴリン。ロケットスタートを切った後はマイペースの逃げを打てたミラクルボイス、直線はフラフラ走るような面を見せ、その中で押し切ったという点では素質の高さで勝ち切ったという面が感じられます。今後成長して競合相手にどこまで頑張れるか、そのあたりが一つポイントになるかと思います。200を切って今度は5番のパレスゴールドが先頭に変わりました。4番エリー粘って2番手、3番手は1番の三葉帝王です。その後は6番のスマートセイバーが差を詰めてまいりました。5番のパレスゴールド先頭です、ゴールイン。
2頭が出走取り消しとなり6頭立ての小頭数でした。しかし強豪エリーが逃げ、それを追いかけるパレスゴールド、この直線の攻防は非常に見応えがありましたが、直線で内外開いた形で桑村騎手が外に持ち出したパレスゴールドがエリーを3馬身突き放しました。想像以上の強さで今後パレスゴールドは覚えておいた方がいい1頭だと思います。2番手は外9番のフークキールン、インコースには7番のリリーシュシュ200を切ります。あとは5番のモーモーブルー、外から6番のエイリック、これが3番手争いになるか、内側2番のアーミールック、先頭は3番の三日月から見つ、大きなリードになりました。2番手接戦になりました。7番のリリーシュ、外からさあ6番のエイリックが上がってきた、先頭は3番三日月から見つ、ゴリン。先ほどのパレスゴールドに続いてここもモーニング3区が新馬勝ちとなりました。三日月兼光は好ダッシュを決めてマイペースの逃げ、2着エリークに8馬身差の圧勝、この馬も上がりをしっかりとまとめ切ったというところで、まあ、今後距離が伸びても楽しみな逸材が出ました。3番手は1番の LTC、 そして5番の山椒 L さん、2番の山陽ドンファンの順で続いていきます。先頭は8番のエイシンサフラン、リード広げました。2番手はギアセカンドと LTC の争いになるか、エイシンサフラン、ゴリン。2頭が出走取り消しとなり、1番人気アナザーメイトがスタートでつまずいて落馬、競争中止、ちょっと波乱を余儀なくされたレースになりましたが、エイシンサフランがマイペースの逃げを打ち、2着ギアセカンドに8馬身差の圧勝、まあ、タイムは平凡でしたがペースにもよるところはあります。まあ、今後強い馬が相手となって時計勝負になった時の課題をどう克服するかがポイントです。2番手前を追っている、3番手には内3番のコスモリッキー、追い込み勢から7番プレストレビーの外から5番の昇竜マサレが追い込んでくる、先頭6番のビバロジータ 100m を通過、1馬身半のリード、懸命に追ってくる8番エイシンジャスパー、2番手前に届くかどうか、3番手は5番の昇竜マサレ、前はビバロジータ降臨。1200m のフレッシュで最後の一波論は相当苦しんだビバロジータとなりました。しかし序盤が36秒4というハイラップの逃げ、それをエイシンジャスパーの追撃を退けたという点にこの馬のしぶとさを感じます。 2,3 着が8馬身離れたことで2着エイシンジャスパーの評価も高いところ、このビバロジータ今後距離が伸びて楽しみな逸材だと思います。5番のサンカリプソが打ち、外は6番のフルメタルレディ、さあ2頭の追い比べだ、5番のサンカリプソか、そして6番のフルメタルレディか、全く並んだ状態は、外6番のフルメタルレディが出た、6番のフルメタルレディが先頭、5番サンカリプソ2番手、フルメタルレディ降臨。サンカリプソの逃げをマークして進んだんですが、道中は頭を上げ、そして直線も内にもたれ加減と随所に若さを見せながら差し切ったフルメタルレディの素質というのは相当なものを感じます。このあと強い馬と戦って揉まれ込んだ時の課題というのはありますけれども、このフルメタルレディも潜在能力は相当あるなというふうな初戦でした。
そして1番のハッピータレイエ、3番手から前の2頭を追っていきます。あとは外から2番のクレバスです。200を切ります。今度はここで3番のファーマムーンが先頭に変わりました。2番手は粘ります。5番のトゥーリアイ、外から1番のハッピータレイヤ、外からハッピータレイヤ、その後ろから2番のクレバスも差を詰めてまいりました。さあ3番のファーマムーン、ファーマムーン、ハッピータレイヤ、ファーマムーン五輪。3コーナーで逃げるトゥルーリアイには馬体を合わせ、4コーナーでは手応えよくかわし去るところ、直線は外からハッピータレイヤラが迫ってきましたけれども、ファーマムーンがなんとか4分の3馬身差退けての勝利。2着ハッピータレイヤラの末脚というのも見どころはありましたけれども、このファーマムーン、脳犬から非凡なスピードを見せていたことで注目もされていましたが、ニッキーロケット3区ということもありますので、距離が伸びても楽しみだと思います。それでは次回お会いしましょう。ごきげんよう。